はい、皆さんこんにちは、グランツーリズムプロデューサーの山内です。今日はですね、グランツーリズムの新しいバージョンについて、結構いろんなことが、大きく変わろうとしています。そのためにある程度、説明が必要だろうと思っております。今日はですね、30分ばかり、グランツーリズムの、今後の変化についてお話をしたいと思います。はい、タイトルはですね、グランツーリズム HD というタイトルです。ハイディフィニッションの、映像、です。グランツーリズム HD、今までのグランツーリズムとはですね、いろんな意味で大きくスタイルを変えた、製品になっています。その概要を説明したいと思います。大きな特徴はですね、オンラインに、完全に対応しているということです。グランツーリズム4をベースにした、オンラインの実験バージョンをですね、この、春から夏の、短い時間、日本、アジア、あるいはアメリカでやってきましたが、それらの経験を踏まえたですね、新しいプレイステーション3の、オンラインゲームになっています。注目していただきたいのは、後半です。チームビルダーとかクラブビルダー、あるいは、カラーリングのエディターであるとかですね、ナンバープレートのエディター、レースビルダーあるいは、フォトアルバムとですね、ユーザーの皆さんが、グランツーリズムオンラインの世界の中で、自ら、いろんなレースを開催したり、何か情報を発信したり、そういうゲームになっています。今までのグランツーリズムというのはですね、全て僕らが、中身を作ってで、皆さんに遊んでいただく、そういう流れだったわけですけれども、このオンライン版からはですね、僕らだけではなくて皆さんにも、ゲームの制作に参加していただいて、このオンラインの世界を、盛り上げていってほしいなというふうに思っています。続いての特徴です。このグランツーリズム HD、2つのゲームが1つの、パッケージの中に入っています。1つを、グランツーリズムプレミアムと言います。もう1つをグランツーリズムクラシックと言います。この2つの、ゲーム、その中身、その違いについてこれからお話ししようと思います。まずグランツーリズムプレミアムです。グランツーリズムプレミアムはですね、プレイステーション3という新しい時代の、高性能のようなハードウェアの、最先端の性能をですね、一刻でも早く、皆さんに、味わっていただこう、ということで、将来発売される、グランツーリズム5のですね、スニークプレビュー、ちょっと先にちらっと見せるようなですね、そういう作品になっています。最もプレイステーション3らしさが出た、そのグラフィックスの面でプレイステーション3らしさが出ている、側面だと思います。じゃあ、画面を切り替えてください。今日の朝、出来上がったばかり、この東京ゲームショーバージョンです。実際の車の、精度、そういったものを見てみましょう。この表示はですね、全てリアルタイムにプレイステーション3が行っています。これは今メニューの選択画面ですけれども、基本的にレース中もこれと同じモデルが出ます。これはユーノスロードスターですね。欧米だとミアーターですか。GT4 までの、グランツーリスモと比較するとですね、大体、ここに使われているデータ量というのは、そうですね、20倍ぐらいになっていると思います。今までグランツーリズムというのはですね、限られたハードウェアのパワーの中でなるべく、うまく車を、ごまかしながらリアリティを高めていったわけですけれども、初めてちゃんと車の通りに作ればリアルになるという世界が、ここにやってきています。今までのですね、GT4 までの、この、車のモデル、大体1台の車を作るのに大体1ヶ月から2ヶ月ぐらいの手間がかかってたわけですけれども、今回はですね、大体半年ぐらいかかります、1台の車を作るのに。ですね、はい、じゃあちょっと、走ってみましょう。ここはですね、スイスに実在する、アイガーという山のふもとです。So this is a track that has been designed, based on real geography. The mountain you see in front of you is Mount Eiger in Switzerland.
続いて、グランツリスモ HD クラシック、です、このクラシックのですね、特徴は、いくつかあるんですが、プレミアムというのがですね、クオリティマキシマムで、とにかく作るのにすごく時間がかかります。で、僕らはオンラインのゲームを作るにあたって、オンラインの世界の広がりというものを最初から用意したいというふうに思いました。そのためにはですね、このクラシックというゲームモードが必要だったんですね。この GTHD クラシックはですね、 GT4 までに、僕らが、作ってきたさまざまなグランツリスモの資産をですね、フルハイビジョンクオリティで作り直し、さらに、オンラインに対応させた、そういう作品です。プレミアムが、最先端のプレイステーション3のクオリティの一端を見るものだとしたらですね、このクラシックというのは世界の広がりとか、深さ、オンラインワールドの、豊かさ、そういうものを味わえる、作品になっています。では、GTHD クラシックの画面を、ちょっとお見せしましょう。これはですね、グランツリスモ4で、おなじみの、ル・マン、サルトサーキットですけれども、それを、フル HD に、リクリエイトしています。作り直しています。ここでですね、プレイステーション3が、提供する、オンラインストア、プレイステーションストア、プレイステーションストアのですね、画像をお見せしたいと思います。グランツリスモ HD はですね、この、プレイステーションストアが登場したその瞬間からですね、なるべくたくさんのアイテムを、ここに、提供しようと思っております。一個一個のですね、アイテムの値段であるとか、あるいは、商品の形態というものはですね、まだ、決まっておりません。これから、さまざまな、商品の形態を、考えていこうというふうに思っております。次にお伝えしたいのがですね、今日このプレゼンテーションを、行ったわけです。ゲームスタイル、ゲームを遊ぶ、スタイルのですね、変化が起きているんじゃないかと僕は思っております。ちょっと比較してみましょう。1997年にですね、僕らグランツリスモの最初の作品を作りました。で、2007年、グランツリスモ HD ということになるんですが、この間に起きた変化というのはですね、例えば、今から10年前はですね、グランツリスモは例えば100時間以上の、もう大変な時間をゲームに捧げて、結果として、まあ、ゲームの中のコンテンツを遊ぶという、まあ、そういうプレーがいわば当たり前だったわけですね。10年経った、グランツリスモ HD がですね、今回、あえてグランツリスモ HD という、スペシャルなタイトルを作ってまで、僕らが提案したいのはですね、100時間もの時間を、ゲームに、集中してという、時代ではもしかしたらないのかもしれない。もしかしたら違った、ゲームスタイルのグランツリスモを、片側では提供しておかなければいけないのかもしれない、そう思いました。グランツリスモ HD はですね、毎日10分から、30分ぐらい、気が向いた時に、パッと車に乗って、ドライビングを楽しむ、そういう遊び方ができる、ゲームになっています。この作品の名前がグランツリスモ5ではない理由は、ここにあるわけですね。先週ですね、モンタサーキットでミハイル・シューマッハが勝った翌日ですけれども、僕らはですね、このマニュファクチャラーと、契約をしました。フェラーリです、ようやくここへ来て、すごく、有効なリレーションシップを、組むことができました。今ご覧になっていただいているのは今ポリフォニーで制作中のフェラーリの車両ですけれども、内装までこんな形で、作っております。フェラーリとの、我々の関係はですね、単に、まあ、車がゲームに収録されるということにとどまらずですね、今後半年1年の間に、もっと、さまざまな、コラボレーションをですね、発表できる予定ですので楽しみにしていてください。今回このタイトルはですね、非常に大規模なオンラインのタイトルになる予定ですので、まず僕らはですね、ホームグラウンドである日本で、しっかり、オンラインのサービスを立ち上げ、経験を積んでですね、それから、アメリカ、ヨーロッパで展開したいというふうに思っております。今日の僕のプレゼンテーションを終わりにしたいと思います。暑い中ですね、最後までお話を、聞いていただいて本当にありがとうございました。 That's all for our presentation this afternoon. Thank you very much for your time.